はい、どうもこんにちは、ついにですね、今年もやってまいりましたベスト9、そしてタイトルホルダーを記念した特別な選手が登場いたしました。というわけでですね、まあ、今回はですね、まあ、ベスト9とタイトルホルダーはどんな人がいたかなというのを見ていきたいと思います。まあ最優秀賞 MVP がサファテで、新人賞がゲータですね。でベスト9いきましょう。菊池雄星、そして今年ブレイクしたキャッチャーの甲斐、そして1塁が銀次で2塁が浅村なんですか。銀次と浅村ってなんかポジション行ったり来たりしてますよね。そうですよね。前はね、浅村が1塁だったりね、銀次2塁だったりとかね。この2人なんかポジションがピタッと決まったんですかね。よくわかんないですけど。ウィーラーが3塁手。ショートが今宮ですね。で、外野手が柳田、秋山、そして西川というね。やっぱね、いいですよね、外野手。そしてデスパイネですね。DH はデスパイネ。それから、ピッチャーがですね、菊池雄星、千賀東山、菊池とね、菊池とソフトバンク勢って感じですね。あれ、サファテとか岩崎とかもね、ソフトバンクですね、それ強いですよね。で、則本選手が三振を取っていると。則本は三振取れますよね。で、バッターの方で秋山が、意外、首位打者初なんですね。で、最多安打が、記録を作って以来の2年ぶりの2度目。で、本塁打点がデスパイネ。出塁率が柳田、さすが柳田ですね。で、盗塁が西川ということでございました。はい。まあ、どれもね、いい選手ですよ。はい。で、セ・リーグは MVP が丸。そして、新人王が、こちらもショートの強打ですね。まあ、やっぱり、ピッチャー有利って言われるんですけどね、新人はね、バッターが2人取ったっていうのはなんかいいですね。で、ベストナイン、我らが菅野ですね。素晴らしい菅野。そして、キャッチャーが相澤。はい。ベストナインがね、ロペスですね。一塁手。はい、巨人にいたロペス。そして、お、すごいな、これ、青、赤、青、赤、赤って感じです。すごいな。菊池、宮崎と来て、田中。坂本は残念ながら取れませんでしたね。で、丸、鈴木、筒香ということでね、赤と青ばっかですね。おお、来た来た来た。はい、ピッチャー、最優秀防御率が菅野で、勝率1が破った、そして勝ちが菅野で、おお、そうですね、ドリス、それから桑原、マテオというね、阪神強いです。おお、そして、奪三振にマイコラスいいんじゃん。もう出ないだろうな、マイコラスきっと。で、首位打者宮崎、最多安打もある。いや、おお、ロペスも最多安打ですね。そして、まあ、最多本塁打、まあ、今度から巨人に入るけど、まあ、現在のところ中日のゲレーロ。で、ロペスと田中と。本当、ロペスもいい選手だよな。はい。ということですね。あれ？マイコラスもういないから、菅野しかなくね。というわけで、巨人ファンはもう菅野を当てるしかないということですね。9位 B、そして、制球スタミナ A、むちゃくちゃ高い能力を、ね、持っておりますね。オール A も手が届きそうな感じです。ストレートと縦スライダーが B ランクで、スライダーが A になりましたね。でその他の能力も大体ね、D、最低でも D だからね、全部が高いレベル。能力もね、ピンチ切れ脱三振ということでね、すごい、ここからさらに能力を上げてくるっていうのは大したもんですよ。はい、まあ、本当に大谷という、ね、規格外の選手がおりますもんでね、どうしても大谷の方に目いっちゃいますけど、ピッチャーとして考えれば、ね、もう菅野っていうのはね、今本当最高の、ね、ピッチャーだと思っております、ね、ジャイアンツに入ってくれて本当にありがたい。そんな、ね、菅野の記念すべく沢村賞のです、ね、バージョンでございますからね、ぜひとも当てたいと思います。さあ頼むぞ。まあ、1回目は、ね、A ランク以上しか確定しないんで S が確定しないんですけど、ちょっとエナジーが、ね、本当ないのでなんとかここで当てたい。うー、確定演出が来た、確定演出が来た。よし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 、よし、バリバリ来てるよ。頼む、来い、菅野、来い。うん、ベスト9の銀次がベスト9じゃない形で来てる。こういうパターンもあんの。どうせする。おお、ここ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 、ええかよ。はい、角中選手ですね。あ、おおお、ええ、おお、エスだ、エス、かかえ、菅野、菅野、頼む。うん、エスがね、確定ではないスカウトでエスがいっぱい出るっていうのはありがたいんですけど、ベスト9でもタイトルホルダーでもないって、おお、しゅ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 、うん、てめえ、この場俺をミキサーに入れたな。ぐるぐるぐる、いっぱい見れてね、幸せですけど、さあ、最後です、ラスト10分の10。あっけねえな、最後。はい。というわけでですね。そういうことあんの？はい。というわけで、まあ、S ランク選手はね、はい、手に入ったんですけど、まあ、ベスト9。あ、ここではね、セカンドですね。はい。まあ、新しいセカンドの銀次選手ですね。
シリーズ2でセカンドなのにベストナイン一塁なの、本当近所の守備位置ってどうなってるんですかね。ちょっとあんまりね分からなくて、パリーグの試合が申し訳ないですけど、銀次選手を。そしてまたなんでセカンドマギーが欲しいっていう、西野、銀次、鈴木とさ、ちょっと違うセカンド選手が来ちゃうのかな。もうこの人もね、ショートとかサードとかたらい回されてるんですよね。セカンドって割とそういうポジションなのかな。はい、まあ、というわけで、ベスト9にもタイトルホルダーにも引っかからずマギーじゃないセカンドが当たるという回でした。ではまたお会いしましょう。バイバイ。後から気づいたんですけども、今回からですね、ベスト9タイトルホルダー、さらにゴールデングラブ賞も対象ということで、今回の銀次選手ベスト9、そして鈴木選手ゴールデングラブということでね、見事にタイトルホルダーとベスト9をゲットしたということになりましたね。だったらそっちで出ろよって感じなんですけども、はい、というわけで、まあ第2弾はね、小林選手と坂本選手もね、ゴールデングラブ賞受賞者としてね出るんじゃないのかなと思います。はい、だからといって手に入るわけではないんですけどね。ではまたお会いしましょう。バイバイ。